ときめきメモリアル3約束のあの場所で、は、2001年12月20日、コナミからプレイステーションに向けに発売された恋愛シミュレーションゲーム。ときめきメモリアルシリーズの第3作。制作会社は、コナミコンピュータエンタテインメント東京。基本的なゲームシステムとして、勉強や部活などに取り組み、 主人公の能力値を高め一流の女の子キャラクターの理想の男の子になりデートを重ねて親しくなることで卒業の日に伝説の場所で女の子からの告白を受けるというこのシリーズのコンセプトは残っているが前作以前の作品にはなかった要素が多く盛り込まれているのが特徴であるときめきメモリアルシリーズでは恋愛に関する伝説の場所が学校の関連施設にある その場所で卒業の日に女の子からの告白で生まれたカップルは永遠に幸せになれるという伝説が存在し、永遠に幸せな関係を目指して女の子からの告白を主人公が待つという変わったロジックを支えるゲームの根幹をなす設定になっている。また、過去2作に存在した下級生と年上のヒロインが本作には登場しない。ときめきメモリアルでは、 皇庭の外れにある伝説の木、ときめきメモリアルにでは校舎にある伝説の鐘と続いた伝説の場所は、今作では学校の急通学路の途中にある桜の舞い散る伝説の坂になっている。主人公や登場キャラクターは、架空の町で設定している萌木の市にある架空の学校である私立萌木の高校に通い、高校3年間を過ごす。 主題歌ザードときめきメモリアルシリーズは1994年の PC エンジン版ときめきメモリアルの発売から1995年の PS 版での大ブレイクを経てコナミを代表する主力コンテンツとして発展していた1999年のドラマシリーズボリューム3旅立ちの歌発売によってシリーズに区切りがつけられてからも人気は衰えず 同年秋に送り出された新シリーズ、ときめきメモリアルにもソフト及び関連商品が安定した販売実績を上げていた。しかし、それまでの販売戦略はあくまでもコアなゲーマーや熱狂的なファンへ向けたものでしかなく、俗にライトユーザーと呼ばれる一般購買層に、ときめきメモリアルのブランドが浸透するまでには至らなかった。 そこで、コナミはこのブランドを一般購買層に普及させるべく、最新作の開発に入った、ラッピング広告がされた、都電車用。各して今作、ときめきメモリアル3話はテレビ番組とのタイアップキャンペーン、史上初のゲームファンドの募集による、個人投資家へのアピール、テーマソングの歌い手に、有名アーティストのザードを起用、都電、飛バスでのラッピング広告展開などの、 ライトユーザー向けアピールや動くキャラクターの採用や新システムの導入等に取り組んだ意欲作となった。脱性による制作ではなく、原点回帰という手法でギャルゲーを一般的な娯楽に仕上げようとした今作ではあったが、キャラの表情や輪郭の不釣り合いや仕草の単調さに加え、攻略の混乱さ、プレイ時間の長期化、イベントの少なさとそれに伴う請求な シナリオ展開など多くの問題点をはらんでいた。店頭での実売価格は発売後すぐに暴落し、最終的に発売後180日での出荷本数が約20万本と前々作、前作と比べて伸び悩むことになった。今作の出荷本数の伸び悩みは、ファンドの償還額がゲームの出荷本数に依存していたゲームファンドの償還を危うくした。 コナミはもう一本のファンド対象ソフトである女性ファン向けタイトルときめきメモリアルガールズサイドを有名な声優を多数起用しある程度の出荷本数が見込める作品として発売した。その結果ガールズサイドは発売後180日での出荷本数が約15万本とこれまでの女性向けゲームソフトの標準を大幅に上回る記録的な成功を収めた。 ガールズサイドの成功によりファンドは過労じて元本を上回って召喚できたが実際には手数料と消費税を払うと元本割れであった本作のサブタイトルは約束のあの場所でだがこのタイトルは発売前の2001年8月31日にフジテレビのテレビ番組プレゼンタイガーで決定されたものであるこの番組で候補に上がったのが約束のあの場所でと ザラストコンフェッションであり、前者が採用された。後者は、ラストと思わせておいて、続きを発売すれば、ファンを安心させられるといった理由で命名されたもので、あると主張されていた。なお、約束のあの場所というのは、ゲーム内のヒロインのユキコのルートを進めていくと、約束の内容と場所が明かされる。本作に登場するデートスポットなどは、全2作の登場人物、 あるいはそれにちなんだ名称のものが多い。その例を以下に記す。プレイステーション3で本作をプレイすると、フリーズなどの不具合が発生することが、ソニーコンピュータエンタテインメントから発表された。なお、PS3 システムソフトウェアバージョン1.81にて、この不具合は改善された。いずれも、電撃ジーズ文庫発行。著者は、ニノノベライズと同じく、今田隆文。 イラストは、コナミオフィシャル。基本的に、ゲーム本編の内容をもとに執筆されているが、小説用に一部アレンジが加えられており、設定が本編と、若干異なる部分もある。またゲームや、2のノベライズではなかった、ライバルキャラに対する、救済用オリジナルヒロインが描かれている。2冊とも同じ世界観で描かれているが、作中の時系列は異なる。第1巻では、 巻原ゆき子に、第2巻では、若い和田一美にそれぞれスポットが当てられている。なお、坂井地幸と、新川春人という小説版オリジナルキャラクターを、それぞれの恋愛の対象者として登場させている。ゲーム批評2002年3月号ピアニッシュも、84から85。ありがとうございます。